し、中国国内での音楽活動から日本での活動まで幅広く行っています。今年6月のジャパンフェスティバル新葉ではメインアーティストとして招かれました。流暢な日本語でアニメソングを歌唱するスタイルが高く評価されており、日本でも大人気のファンの多いアーティストです。続いてはアランさんです。アランさんは2007年11月に日本でデビューされています。2008年2009年映画レッドクリフの全世界主題歌を担当し、その後クオンの川はオリコン史上中国出身アーティストとして最高位を樹立しています。また映画バラッド名もなき恋の歌の主題歌やアニメ犬夜叉のエンディングテーマに抜擢されるなど、その圧倒的な歌唱力で目覚ましい活躍をされています。2011年よりその活動の拠点を中国に移し、数々の賞も受賞されております。今年ですかね、およそ10年ぶりの日本での待望のワンマンライブも開催されるということです。それでは皆さん、お待たせいたしました、マルキューさん、アランさんのステージです。2024、皆さんこんにちは。今日アニロックとブルーバードを歌ったマルキューです。今天是我第二天的这个演唱，那接下来的舞台呢，我会给大家带来更多的春九本人的原创的歌曲。この後のステージでは私のオリジナル曲をもっとお届けしたいと思います。接下来的第一首歌的名字叫做燕子，这首歌唱的是思乡之情，然后希望大家可以喜欢。最初の曲のツバメという曲は、昔を懐かしみ、高級を恋しく思う気持ちを歌に込めています。気に入っても気に入ってもらえると嬉しいです。Thank you.
どうも。ありがとうございます。はい、そうですね。じゃあ今日私の着ているドレスは、春龍髻というもので、新しい中国のスタイル、民族スタイルのファッションです。難しすぎたら英語ですいません。It's a fashion suit with China traditional icon design that this kind of concept is very popular around our young generation this day. So today, I'm taking an original rock song with traditional icon. 今天我穿的这条裙子名字叫做春龙髻，它是由中国的传统元素和流行一些流行潮流的裁剪组合而成的一种新的风潮，叫新中式。那今天我也将给大家带来一首自己的原创作品，它是一首摇滚乐曲，但是我们在中间加入了很多民族元素，希望大家能够喜欢。接下来这首歌的名字叫做《红尘白刃》，送给大家。Yeah.
希望你们喜欢，回去可以搜一下这首歌。はい、次の曲はタイミングですね。タイミングです。タイミングです。はい、お願いします。アヌキューがね、今回日本の歌をね、カバーしてますから、タイミングというね。はい、そうですね、はい。日本語で頑張りましょう。はい、頑張ります。頑張ります。昨日と今日の朝は日本のアニソンがたくさん歌っていました。そうですね、はい、ま、マルキューは日本のアニソン大好きなんでね。いや今日、うん、次の曲は中国のアニメ映画からの曲です。次の曲は次の曲は、
中国的一部动漫作品叫做《不良人》啊，《不良人之天罡》的主题曲《萤火飞光》送给大家，希望你们能够喜欢。ありがとうございます。萤火穿过风，融化成飞光，就在你眼眸。
まだ最後フィナーレで出ますね。はい、そうですね。はい、すいません。はい、じゃあ今はい、次を、はい、はい、紹介してください。はい。はい、